ルビーは松本幸宏により開発されたオブジェクト思考スクリプト言語。日本で開発されたプログラミング言語としては初めて国際電気標準会議で国際企画に認証された事例となった。ルビーは1993年2月24日に生まれ1995年12月に FJ 上で発表された名称のルビーは プログラミング言語パールが6月の誕生石である。パールと同じ発音をし、パールに続くという意味で、6月の次の誕生石のルビーから名付けられた。競合言語として、パールの他にパイソンがあり、マッツがパイソンに満足していればルビーは生まれなかったで、アローと公式のリファレンスの用語集で言及されている。機能として、クラス定義、ガベージコレクション、強力な正規表現処理、 マルチスレッド、例外処理、イテレータ、クロージャ、ミクソン、利用者定義演算子などがある。パールを代替可能であることが初期の段階から重視されている。パールと同様にグルー言語としての使い方が可能で C 言語プログラムやライブラリーを呼び出す拡張モジュールを組み込むことができる。Ruby 処理系は主にインタプリタとして実装されている。 可読性を重視した構文となっている。ルビーにおいては、整数や文字列なども含めデータ型は、すべてがオブジェクトであり、純粋なオブジェクト思考言語と言える。長らく言語仕様が明文化されず、松本による実装が、言語仕様に準ずるものとして扱われてきたが、2010年6月現在、j a r u b や Rubinius といった互換実装の作者を中心に、機械実行可能な形で明文化する、 ルービースペックという試みが行われている。公的企画としては2011年3月22日に実 i 規企画が制定され、その後2012年4月1日に日本初のプログラム言語では初めて ISO、IEC 企画として承認された。フリーソフトウェアとしてバージョン1.9にまではルビーライセンスで配布されていたがバージョン1.9 3以降はニクローズ BSDL で配布されている。Ruby は日本の国産言語として知られており、特に Ruby とゆかりのある地域は Ruby の聖地と呼ばれている。開発者の松本幸宏は Ruby の言語使用策定において最も重視しているのはストレスなくプログラミングを楽しむことであると述べている。Ruby にはパールやバイソンとは決定的に違う点があり、それこそが ルビーの存在価値なのです。それは、楽しさです。私の知る限り、ルビーほど、楽しさについて、焦点を当てている言語は他にありません。ルビーは、純粋に楽しみのために設計され、言語を作る人、使う人、学ぶ人すべてが楽しめることを目的としています。しかし、ただ単に楽しいだけではありません。ルビーは実用性も十分です。実用性がなければ楽しめないではありませんか。 松本幸宏、ルビープログラミング入門前書き監修者よりのページ。ただし、松本による、明文化された、言語仕様は存在しない。パールのモットー、やり方はいろいろあるわ。多様性は、善というスローガンで、ルビーに引き継がれてはいるものの最重要なものでは、ないとも述べており、非推奨な手法も、可能にすると,とともに、そのような手法を言語仕様により使いにくくする。 ことによって自粛を促している。ルビーの公式な実装には以下の2種類が存在する。MRI、松本幸宏によって開発され始めた C 言語による実装であり、最も広く使われている。競技としてエバルを中心とした部分が次で述べるヤーブに更新される以前のバージョンを指して言うこともある。JALB などに対してクリービーと呼ばれることもある。また、JALB などに対して 講義として、ヤーブ以降も含んで言うこともある。ヤーブ1.9で採用された MRI のエバルをバイトコードを実行するタイプに置き換えたもの。MRI はソースコードを公文機にコンパイルした後、公文機を解釈する仮想機械であるエバルで実行するインタプリタであるが、ヤーブはソースコードをバイトコードにコンパイルした後、バイトコードを解釈する仮想機械であるエバルで、 実行するインタープリタである。Java などのバイトコードとは違い、このバイトコードはファイルとしては生成されない。なお、Yarb は、もともとは開発中におけるその仮想機械の名前だった。j a l b Java 言語による実装。純粋な Java で行われているため、プラットフォーム非存の利用が可能。ほとんどの Ruby クラスが組み込みで提供されている。インタープリタ、実行時コンパイラ。 事前コンパイラの3種類が用意されている。事前コンパイラでは Java バイトコードへ変換し j a l u b i がなくても他の Java プラットフォーム上で動作させることが可能となる。IonRuby アアーーネットフレームワーク上で Ruby を動作させる実装であり、ネットフレームワークのライブラリーと連携させることができる。G と方式のバイトコードインタプリタ、共通言語基盤に準拠した実装で動作するため、 プラットフォームヒーゾンの利用も可能。マクルビーマックス上で動作する Ruby 実装。ココアを含む様々なフレームワークとの連携が可能。Ruby ーーココの問題点を解決するために開発されている Ruby ニアス仮想機械上で Ruby を実行する g と方式のバイトコードインタプリタ。大部分が Ruby で実装されている。マグレブスモーアルトック仮想マシン上で動作する実装。 マルビー組み込みシステム向けの軽量版、家電製品のほか、スマートフォン、ゲームなどでの使用を想定している。その他パロット上で、ルビーを動作させるための実装なども開発されている。基本的なコードもじれず、数値を含め、すべてがオブジェクトである。マイナス 199, アブス 199, ルビーイズクール、レングス 12, リック、インデックス2、ナイスデイイズントイット、 スプリット、アニック、ソート、ジョイン。ダイナシンスティ、配列の作成と使用法 A イコール、1、ハ、は、イ、い、3.14、1、2、4、5、A3.14?A リバース、4、5、2、1、3.14、ハ、は、イ、い、1、A。フラトン、アニック、1、ハ、は、イ、い、3.14、2、4、5、ハッシュの作成と使用法ハッシュイコール、 ウォーターイコールウェット、ファイーイコールホット、ハッシュイコール、ウォーター、ウェット、ファイアー、ホット、シンボルリテラルをキーとする場合、Ruby 1.9からは、このような JavaScript 風の表記ができる。パーツハッシュ、ファイ e 表示、ホット、ハッシュ、イーチドゥー、キー、バリュー、パーツ、キーズ、バリュー、エンド、表示、ウォーターイズウェット、ファイーイズホット、ハッシュ、 delete if, key, value, key イコールイコール ,water deletes,water イコール wet. 他の言語でもよく見られるような制御構造を用いることができる。if, favorite, length 3, parts や else, parts, not, end, 表示や list イコール 1, 2, 5, 13, 21, for item in list, parts item, end, 表示 1, 2, 13、21, n イコール 0, ホワイル n, 3, パーツフバー n イコール 1, エンド表示フバーフバーフバー。一部の制御構造は口述するイテレータで代替することができる。Ruby ではブロック付きメソッド呼び出しを用いるコードが好まれることが多い。これを用いるとユーザー定義の制御構造やコールバックなど様々な処理を簡潔に記述できるからで ある。ブロックとは、波括弧、または、do、end によって囲まれたコード列のことである。メソッド呼び出しの末尾に記述することができる。この二つは、基本的に同一だが、結合の優先度が異なる。一行で書くときは、波括弧が複数行にわたる場合は、do、end が使用される場合が多い。メソッド1、parts hello, world, do,end, メソッド2、do、 パーツハロー、ワールド、エインド、ブロック付きメソッド呼び出しが繰り返し処理を主な役割としていたことから、イテレータと呼ばれていた時期がある。しかし、実際には繰り返し処理にとどまらず、様々な使われ方をしているので、最近はブロック付きメソッド呼び出し全体の総称として、イテレータという名称を用いるのは適切でないと考えられている。繰り返し処理、編集配列の 各要素への繰り返し処理リストイコール1251321リストマップアイテムアイテムにリストの各要素を2倍する処理以下はブロックを使わずに同じことを行う場合リストイコール 1251321n イコール0ホワイル n リストレングスリスト n イコール 2n イコール1エンド 指定した回数の繰り返し処理3、タイムズ、パーツフバー制御構造の項のホワイルの例と同じ。後処理の省力化、編集ブロックの内容を実行してから決められた後処理を行うメソッドもある。ファイル、オープンデューファイル、ファイル、パーツ、ロートサムテキスト、エンドファイル txt はここで自動的に閉じられる。これは次の例と同様の処理を行う begin。 ファイルイコールファイルオープンファイルパーツロートサムテキストエンシュアファイルクローズエンド本処理を後から指定編集実際に行いたい処理をブロックで記述する前項の後処理の省力化もこれの一例と言える DefBFS 配列をツリーに見立てた処理アンティルリストエンプティユニットイコールリストシフトイールドユニットブロックの内容を実行 ユニット e, h, v, リストプッシュ v, if ディファインドユニットプッシュエ n ドエ n ド bfs, vpv この例はツリーから要素と分子を次々と取り出して取り出したものに何らかの処理を行うものであるメソッドの利用者は何らかの処理のみを記述すればよく取り出しのアルゴリズムなど本質的でない内容に意識を向ける必要がなくなるクロージャー 編集クロージャーとなるようなブロックの引数は足し、オブジェクトのインスタンス変数でブロックを記憶。def remember, ブロックイコール P, end, ネームを受け取るブロックを引数に、上記のメソッドを呼び出す。remember, ネームパーツハロー、ネーム5に必要になった時点でクロージャーを呼び出す。ブロック、コール、表示、ハロー、ジョン、メソッドからクロージャーを返す例で fcreateset, and get. return p r x value イコール x プロク、c value エンドセッターゲッターイコールクリエイトセットアンドゲットセッターコールゲッターコールイコール21次のコードはパーソンという名前のクラスであるその中まずイニシャライズはオブジェクトを初期化するコンストラクタである他に2つのメソッドがあり1つは比較演算子であるイコールをオーバーライドしており アレイソートにより、プロパティエージでソートすることができる。もう一つのオーバーライド箇所の2、S メソッドはカーネルパーツでの表示の形式を整える。ティアリーダーは Ruby におけるメタプログラミングの例であり、ティアはインスタンス変数の入出力を司る、いわゆる値を取得する、ゲッターメソッドや値を設定する、セッターメソッドを定義する。ティアリーダーはゲッターメソッドのみの定義である。 なお、メソッド中では最後に評価された式が返り値となり、明示的なリターンは省略できる。クラスパーソン、デフイニシャライズ、ネーム、エイジ、イコールネーム、エイジ、エンド、レフ、イコール、エイジ、イコールパーソン、エイジ、エンド、デフツーエス、ネーム、エンド、ティア、リーダー、ネーム、エイジ、エンド、グループイコール、パーソン、ニュー、パーソン、ニュー、パーソン、ニュー。パーソン パーツグループ、ソート、リバース。結果は3つの名前が年の大きい順に表示される。マーカス、ジョン、アッシュ。例外は何か不具合が起こった時レーズの呼び出しで発生させることができる。ルビーでの例外はエクセプションクラスか、そのサブクラスのインスタンスである。例外にはメッセージを追加することもできるレーズ。リスイズ、a メッセージ、さらに、例外のタイプも指定できるレーズアーグやメンタラー。 イリーガルアーギュメンツ。例外は、レスキュー説で処理することができ、次のようにコードにレスキューを付加するだけであるビギン。通常処理、レスキュー、例外処理、引数を省略すると、スタンダードアーラーの、サブクラスの例外のみ処理する。レスキュー3エラー、例外処理、3エラーの例外のみ処理する。演習は、例外の発生に関わらず必ず実行される処理。エルス、 例外が発生しなかった時に実行される処理。エンド、RPG2、クール XP RPG 2、RPG2、クール VX、株式会社エンターブレインから発売されている、RPG 制作ソフトシリーズのうち、RPG2、クール XP と RPG2、クール VX では、ルビオツ、クール専用にカスタマイズした RGSS を搭載している。 同シリーズの従来ソフトではあらかじめ用意された機能しか使えなかったが RGSS により戦闘などのシステムを一から構築することができるようになった RPG2 クールメガボルトからは開発言語がジョバスクリプトに変更になった Ruby ではブロック構造をエンドで終える構文が採用されているが開発者の松本幸弘は他の構文が採用される可能性があったことを 述べている。当時、EMAX 上で、エンドで終える構文をオートインデントさせた例は、あまりなく、Ruby 言語用の編集モードにオートインデント機能を持たせられるかどうかが問題になっていたためである。実際には数日の試行でオートインデント可能であることがわかり、現在の構文になった。C 言語のような、を使った構文も検討されていたが、結局これは採用されなかった。 ありがとうございます。